っとできました。カード払いもできてしまいましたね。初めて外に出ますけど、寒い。確かに寒い。おお、寒い。行き先が東横インと確認しました。はい、出発しました。ありがとう。ああ、着いた。ランバートルエアポートしたと。寒いな、確かに。いやー、着いたな、東横に。着きました。二重扉だな、やっぱり。ああ、開いた。よいしょ。はい、ということで、チェックインできました。カードで。支払いできて、で、東横インアプリのカードは使えませんって言われたんで、ポイントはつかないかもしれませんね。2.8 ポイントがつくのかどうか。つかんか。ポイントをつけたい人は持ってきた方がいいです。はい、こういう部屋で、日本の東横インよりも一回り広い感じが。それで、デザインはかなり近いです、日本のと。見てます。シャワー浴びよう。おぉ、渋滞してるなぁ。そうそうそう。月曜日のバス、朝予約しました。そうですね、はい。いや、こういう感じです。素晴らしい。はい、まあでも、これだけ食料あるから、これで上をしのごう、今日は。もう風呂入ってしまいます。あと、紅茶もあった。金色の金ピカですね。朝ごはん行きます。ちょっと外に出てみますか。なんで寒いのか。おー、寒いな、確かに。冷蔵庫の中ですね、これは。はいはい、じゃあご飯食べます。フリーウォーター、コーヒー、ジュースで、パンがあって、はい、今7時半で、ですね、ここに一人いたんですけど、食べ終わったみたいで貸し切りになりました。これが東横イングランバートルの朝食です。はい、野菜もあるし、なかなかいいんじゃないでしょうか。いただきます。うん、あまり、ごちそうさまでした。と思ったけど、おかわり、まあ、卵を食べ忘れた。さっき、先ほどそこのお母さん、おばさんと目が合ってニコッとしてくれました。嬉しいですね。はい、朝ですけど、ちょっと外出てきました。はい、で、雪がね、残ってますね。雪というか、これ何やろ。うわ、氷の、雪の塊っていうか。で、7時半ぐらいなんですけど、交通量ありますね。こっちがデパートで。明るくなってきました。寒さで、
どれぐらい動けるかわからなかったんですが、バスが走ってるな、ああいうの乗りたいんですけどね。ミソリはあります。全然いらんの串ガンはありません。まあ寒いですね。10時過ぎていろんな店が開き始めたと思うんで、ちょっと見に